あそこの良さを伝えるには青木さんが一番なんかこの、これこれ違うか、あ、こういう感じだった気がする。え、でもこんな立派なの、こんな感じだった気がする。え、濃い濃い、あ、すごい立派。え、なんかおしゃれね。おしゃれ、今冬のやつで夏なんか長かった。大家好，米娅です。我今天来这里，姐姐，这里是卖衣服，台湾の服，台湾のあのちょっと有名な特別な服が売ってます。ここはそのデザイナーさんのアトリエ兼販売してる場所です。そう、ここは台湾のね、なんかちょっと有名な洋服屋さんで、あのちょっと特別な感じの洋服屋さんです。我也还不太进去。但我听说现在这个衣服也在日本卖，哎，比较贵，这里比较便宜。然后我有兴趣，但是我自己没有来，然后没有买过。今天我跟好朋友一起来，だからちょっとこれから中に行きたいと思います。ゆうちゃんがいます。迷ってるゆうちゃんを取っていい。ああ、持ってきたよ。スカートとズボンです。え、どっちも、あ、どっちもズボン、あ、太いやつ、あー、はい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 、じゃあ着てください。なんかすごい好きな人はめっちゃ好き、なんか好き、こういうのが好きな日本人もめっちゃいるから、なんか日本でイベントとかもやってるらしいです。なんかすごい、こういうの着てヨガとかしたい、めっちゃおしゃれ。とかこういうの着てなんか山とか行ってさ、おしゃれなカフェ、山のお茶屋さんとかで、でもおしゃれなね、おしゃれな普通の山のカフェじゃない、おしゃれなとこでこういうの着てお茶とか飲んで、はーみたいなことしたい。おしゃれ。もう寒いにしか見えないんですけど、これ寒いだよね。あ、ありますな、な、どこの、かわいい、うん、なんか特別だよね、ここがね。確かにあんまりないですよね、フリフリって。でもこれどうやって着るのかわかんない、クロスして、え、内側に紐とかないですか？ない。え、あ、紐通す、なんか穴が通して。ちなみにあれだよね、こっちだよね、右こうだと死んじゃうよね。右が内側でした、ね、左が上だよね、はいはい、私ね、この覚え方があって、はい、男の人がこう手を入れるどういう覚え方あの、なんか昔のなんて言うんだっけ、あのドラマとかでさ、着物着てて、そう、お侍さんの時代の、うんうんうん、やめてみたいなで、ここから手を入れるいいじゃないかみたいな、お前いいだろみたいなやつで、こう入れるって覚えてる、覚え方が。そこに見るんだ、うん、で、え、後ろからこう持って、諦めますでも可愛い、絶対結んだらキュッてなって可愛い、ね、うん、これはちょっとやめなくていい。あ、だけど、っていうか楽しい。シャオニュ入ってみて、アンジュ。へぇー。シャオニュ。シャオニュ。
你是在这里工作吗？我是在那个客人吗？朋友，你喜欢这里的？没有没有没有，我们也有在那个 distribution， 我们也有在卖，在实习，在当鼎泰丰那边，就是这个这是第一个样子，然后你要转过来，对，在这边，好，一秀。一緒に为什么一緒にパン富士山絶対気にしないおー、あーなるほどね、全然今見てなかったけどえ、どっから持ってきました？燃えたかな？どっから持ってきたの？いいかも。おー、なるほど、これは本当に温泉に来た人あ、でも可愛いね、やっぱデザインが可愛い。じゃあ今どうですか？めっちゃ楽しい。テンション上がってる。かわいい。めいっ子と同じことしてる。めっちゃテンション上がってる。美和さんもめっちゃテンション。え、でもマジでテンション上がる。めっちゃ、だって。自分で頭クラッとした今。久々のハイテンション。いや、ほんと色白だから似合う。本当ね。うん。ありがとうございます。いい。すっぴんでーす。マッサージ店のおしゃれ、なんていうの、おしゃれ制服、うん、おしゃれアロマ店みたいなと何え、やってました？やってました。働いてましたいるかもしれない。めっちゃ似合う。ウケんな。あとなんかカンフーとか上手そう。あ、そう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 、やってました。あの公園でやってます。やってます。あの台湾のおじいちゃんをなんかすごい、なんて言うんだっけ、あのこういう役者さん、このあのスタントマンの人みたいになってるんだけど、なんかいますよね、こういう。え、めっちゃ上手なの。え、だって大変じゃないですか、このかがむとか。めちゃめちゃ体幹があるってことだ。だってもともと空手。空手、あ、やっぱそうか、空手の型が。そう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 。え、かっこいい。すごい。でもヨガめっちゃしたいですね。現状です。歌のコーディーとか言って。え、若いね。ちょっと恥ずかしくなっちゃう。そんなことない。